ああどうも。ああ、うん。ああどうもどうもどうも。今日は秋晴れ、いい天気ね。昨日雨だったから寒いね。ね、寒くなったの一気にね。うん、極端すぎるよ。まあでも今までは暑すぎたじゃない。まあこれは普通だけどね、昔で考えれば。ああそっか、うん、こんなもんだっけか。全然こんなもんよ。そっか。だから10月のその頭ぐらいのこの暑かったのが、本当はもっとさ、爽やかに革ジャン1枚でよろしくっていうのがないんだよな。そうなんだよ、なんか半袖になっちゃうんだよね。そう、次はなんかもうダウンみたいな世界になっちゃう。そう勘弁してもらいたいよ。途中がないんだよね。うん、だからGジャン着れるみたいなのがないんだよ。全くないね。うん、メール、これ中野くんから来てるね。カメラマンの、カメラマンの中野くん、うん、この前会ったばっかりじゃん。その場で言えばいいの。先日その場でも言ったことですね。あ、そうなん。先日は撮影お疲れ様でした。あ、どうもどうも。カメラマンの中野です。はい、現場でも少し話したんですが、うん、改めてこちらにお便り送らせていただきますと。なんで。バンドを撮影するときにカメラに向かって歩いてきてもらうことがあるんですが、はいはいはい、ある程度ゆっくり、そして綺麗に横並びで歩いてきてもらわないと格好はいい写真になりづらく、なるほど、これを表現するのに一番最適な例が G メン75のようになんですが、なるほど、もはや若手のバンドにはこれは通じず困っていますと。だってこれ G メン75って1975年の話だからね。そうこれ通じるわけがね、どう考えても。90年生まれ以降のバンドマンに分かりやすい案があれば、うん、教示願いますと。なるほどな。G メン75に代わる、うん、何かそういう言葉があればいいんで、こう横並びでみんながやってくる。そうなんかあんの、小太郎くん、そんなの。これあれですね、木村拓哉さんのヒーローだね。あ、それは何、こう横並びで歩いてくるの。歩いてきたかどうか分かんないけど、横並びだね、あれね。あ、そう、うん、若干歩いた気もするんだよな。やっぱり小太郎くん、しっかり歩かないとダメなんじゃない。 G メン75みたいに。あそこまでするのかな。でもね、伝わると思うよ。あ、そう、ヒーローで。うん、伝わるんだ。ちょっと中野くんに、じゃあちょっとヒーローみたいにって言ってもらって、若いやつに。そうね、ちょっとこれ報告を待ちたいね。ただヒーローって言ってもさ、もう相当前だからね。何年の話、小太郎君。2001年だね。2001年か。21世紀だよ、小太郎君。これ通じる可能性あるね。20年前だ。うん、今30歳のバンドマンなら通じるね。通じるんでね。うん、今25歳のバンドマンだときついね。きついね。再放送で見てんじゃないの。まあそうだね。でも小太郎君さ、考えてみたらすごいよね。 G メン75でお願いしますって電話できるっていうのがさ、その番組がどんだけ影響を持ってたのかってさ、影響力を。いや、 G メンは完璧でしょ、あれねえ。俺たちもほら、あの秋ヶ瀬公園でさ、うん、歩くときさ、うん、横並びで歩いてくださいって言って、ほら監督が割と若手だからさ、 G メンって言葉発しなかったじゃん。そうね。それなのに俺たちは全員さ、顔を見合わせながらさ、 G メンだぞっつって歩いてたじゃん。うん、まあそうだよね。そういうことだよね、結局ね。そうだね。うん、右足から G メンみたいなさ。他ないな。またあの余裕感がいいんだよね、なんかね、滑走路みたいなところをね、煙ってんだよね。そうそう、煙ってちょっともやってるっていうか、なんかこう、なんつうの、暑い感じもちょっとあってね。そうそうそう、いいんだよね。いいね。昨日見たばっかだよ。あ、そう。うん、面白いの。まあ面白いっていうか、まあなんつうんだろう、資料だね。それキーハンター的なものと同等ぐらいなものに、なんていうの、上がれる感じがあるの、そのレベルとして。いや、だってあんだけ続いたんだから、世の中はキーハンターより上でしょ。いやいや、だから小太郎君的に、そりゃ俺の中じゃやっぱ野際陽子がいないっていうのはでかいね。あ、そういうことか。キャストの話ね。原田大二郎がいいんだよね。あ、そう。俺あんまり見てなかったんだよ、 G メン75おっさん臭くて。ああ、横並びってこと自体がさ、あの歩き自体がもうおっさん臭く感じたから、うん、その後出てこなかったんじゃないの、あんまり。まあそうかもしれないね。いや、てか超えらんないと思ったんですよ。そうか。あれ超えるにはスティーブ・マックイーンとかポール・ニューマンクラスじゃないと無理だよ。まあそれはそうだな。うん、確かにそう。あれはやっぱ今の人じゃ無理だね。あのトム・クルーズとかさ、全然今じゃないけど、うん、あのマックイーンより下の世代では無理なのよ。
そういうことだよね。うん、だってあれだって丹波哲郎がいるからさ、そう、ね、閉まるよね、閉まってるだけだってね。丹波なしで G メンやったらただのなんかドカチンの夕方の帰りみたいになっちゃうもんね、うん、そうになっちゃうんだよね、うん、夕日でね、うん、そろそろ帰るぞっつって現場、最後の夏木陽介だって随分違った見方になってくるはずなんだよ。あ、そうだ、そりゃそうだ。小田君そういうイメージででかいよね。例えばさ、小田君さ、俺たちが集まっててさ、うん、じゃあチャーリーズエンジェル風にお願いしますって言ったら絶対右と左のやつは外側向くもんね、膝向くね、向くねそういうことでしょ、すぐできるよね、できるね、うん、いやー恐ろしいなイメージって。いやだからそんだけそのいろんなものがなかったんだよ。あ、そうだな、うん、だからみんなが同じものを見てたんだよね。そうそう、うん、じゃなかったら小坂彦のあなたなんてあんな売れないよ。まあそりゃそうだよね、うん、そりゃそうだ。この間ジェームズ・ボンド見たんだけどさ、うん、どうだったの。まあまあもうボンドじゃないね、もはやね。どういうこと。いやこれ俺らが知ってる私を愛したスパイとかとは違うよ。ああそういうあのイメージのボンドではないってことではないね。どう変化しちゃったの。いやなんつうんだろうな、もうああいうちょっと漫画っぽくないよね、ある意味シリアスだよね、そういう。あ、そうなんだ。今回みんなプーチンみたいになっちゃったってこと。そういうことじゃないか。でなんかもっとなんかマジっていうかさ、うん、もっと真剣なんだ、うん、ちょっと今回あのメロドラマっぽいとこもあってさ、ちょっと軽く、うん、これ007なのかなと何度か思ったね。ああ途中で、うん、で最近は光太郎くんなんかさ、妙なさ、なんかあの車が水の中入ったりみたいなさ、もうありえねえよみたいなさことも起こんないの。起こんないんだよね。それ起こんないんだ。なんかさ、やっぱ俺らの世代だとさ、ボンドって言うとさ、うん、なんか最後ボンドがあるとさ、海の上でさ、チューチューチューなんかして終わってほしいんだよ。それがイメージ。それがないんだよ。だからそのためのボンドがあるだもんね。そうそうそう、それでなんか帰りに焼き鳥食いながらさ、へーって。それはないんだよな。あ、それがないんだ。全然ないよ。今回ちょっともうこれネタバレだから言えないけど、うん、特にないね。特にない。あ、面白かったけどさ、ボンドガールってやっぱ海の上で中だよね、コタ君ね、最後は。やっぱそう欲しいんだよね、うん、何があってもね。そう、そこは水戸黄門じゃなきゃ。よう分かる、うん、やっぱジェームズ・ボンドは ね何年かに一回こっち待ってんだからさ。そりゃそうだよそんな、ま、真面目にやられてもね、うん、いやって感じになりたいんだよね、うん、いやだからさ、俺 M 死んだ時もさ、うん、M 死ぬのっていうちょっとさ、M 死ぬのダメだよ殺しちゃと思ったのよ。それはね、うん、確かにね、ダメだよ殺しそれボンドのルール違反。ダメだよ殺しちゃって、もうバッタ殺したらしょうがないって言ってんじゃねえんだからさお前ボンドルール違反だよあれ、まあ、ボンドルールってあるんだよ ね、まあ、ね、勝手にこっちの勝手なね。そう、うん、だそこ行くとやっぱトラさんとかずっと裏切んなかったわけでしょ。あ、そうだよねきっとね。うん、でもまあダニエル・クレイがやっぱいいんだよね。ああそうなんだ、押してるね結構ね、うん、でまあ今回で最後だっていうからさ、もうちょっとやんなさいよと思って調べたらさ、もう53歳なのね。あ、そうなの。そりゃやめてよしと。まあそうだね、うん、危ない、うんうん、でもロジャー・ムーアも随分年になってからやったよね。60近かったよ。あ、そうなんだ。でアクションが違うもん、ムーアの頃とそうそうそう、そうだよね。もっとキレッキレでやってるもんね。ロジャムはゆるゆるだったもんね。ムーアの頃はもう、ね、走ってる姿見てこいつ本当に大丈夫なのって超V じゃなかったもんね、すでに超V じゃない本当に、うん、普通のリゾートにね遊びに来たおじさんだったよね。そうなんだよ本当だよね本当いやこの間俺007二度死ぬのをちょっとテレビで見直したけどさ、うんうん、ショーン・コネリーずっと俺押してたんだよ。はいはいはい、コネリーこそボンドと思ってさ、はいはいはい、今見るとそうでもないね。ああそうね。どういうこと、老人すぎるの。いやっていうか全然そのやっぱ今のボンドすごいよ。あ、そうだから今のボンドの方が小太郎君さ本当の意味でなんかこう諜報部員っぽいんじゃない。うん、ショーン・コネリーも体重そうだったもんな、もう、うん、だからそういうだけ機敏な感じはもうあれもないよね。ただやっぱりこう酒飲むシーンとかコネリー決まるわけですよ。ああなるほどな、そっちで決めてくんだね、うん、決めてくんだよね。だって孝太郎くんさ、
オリンピックの体操の技だって俺たちがさ見てた頃はウルトラ C で踊れた、C でそうだ、ね、だからオロナミン C とかになっちゃうわけでしょ小太郎くん。そうだよね。それが今 H 難度とかだよ。ね、ABCD で言ったらさ、どこまで行っちゃってんでも H 難度なんてさ、 C 止まりでいいと思うんだよね。だから C 止まりでいい時代はコネリでよかったんですよ。そういうことか。まあ C 超えだから、今でもドローンまで登場しちゃってるからさ。そうなんだね。コネリーの蹴りじゃダメなんだよね、もう。コネリーの蹴りなんかね、これくんね。誰も倒せないよ。いや、だからさ、ムーアだってさ、ね、ダメなんだよ、もう。あんな上手に苦戦してるようじゃ。でも、孝太郎くんさん、この前、戦いの話からちょっと外れちゃうけどさ、うん、さっきほら、メールくれた中野くん、撮影音楽と人だったじゃない。はいはいはい。それで大山マスタツ会館行ったわけじゃないですか。ああ、極真ね、うん、うん。であそこでさ、ほら金みっちゃんがね、大山さんに先生に憧れて、うん、空手習ってたって話になって、うん、大山マスタツ先生がさ目の前でビール瓶を手で切ったっていう話をさ、うん、切ったって言ったね。あんなに熱く語ってたんだよ。語ってたね。だからあの時代は大山マスタツ先生みたいな感じでもボンドができたんだよ。そっか、うん。つまりさ、はい、新宿のね、うん、ホストだって、うん、どっちかというとみんなちょっと体格が良くてさ、はい、ハゲ寸前みたいな人が持ってたってことね。あ、そうなんだ。今みたいな、あんなビジュアル系みたいなホストじゃないんだよ。もうなよってしてる感じじゃないんだ。もっと昨日までブルーコメツいましたみたいな感じが。ブルーアタッシュケース持ってましたね。そう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 、モテるってわけ。全然だ、ブルーコメツだったらアイドルだったんですよ。わかる。そういうもんなんだよ。小室圭さんだって髪切っちゃったじゃん。うん、切ったね。そこに全て現れたと思うんだよね。どういうこと。いや、そういうことなんですよ、だから。ああ、そういうことなんで、だから、あの、ちゃんとしてる。小室圭ってことこれですよ、俺。ちゃんとしてる。小室圭なの、うん、ちゃんとしてるってことなんだよね。ちゃんとしてたか思ってたの。だからちゃんと したんだ、小室さんも。しましたよ。俺、ちょっとがっかりしたね。あのままちょんまげのまま来てくれればよかったもんね。ちょんまげのままね、ご挨拶言ってほしかったよね。そう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 。なんかね、スケボーやってますみたいな感じでね。そうもいかないのか。どうだ、まっせか、世の中硬いからな。もう勝手にやらせてやれよ、もうって思うよ俺は。いや、俺も小室さんもいいじゃんって俺思うよ。俺もいいじゃんって思うよ、もう。で、勝手に生きてんだからさ。そう、もうあっちの TM ネットワークの方の小室さんでいいじゃんね、今もうね。いや、俺そっちでもいいと思ってるぐらいだよ。ほんと。小室さんっていうともうね、今や、俺たち小室っつったらもう TM だもんね。そう、俺らも小室っつったらもう、安室ちゃんだもんね、もう。安室ちゃんの方だもん。ひとしじゃないんだね。そこまであの古くないから。そうそう、ひとしまではいかないんだよな、ね、やっぱ徹夜なんだよね。六門線だっけ、うん、あっちまではいかないんですよ、フォーク世代じゃないから。徹夜なんだよね。そう、徹夜止まりだよね、うん、これ小室は3ジェネレーションってね。そうそう、3ジェネレーションズ、ね、昔さ、あのスナックに 人を集めた殺人犯誰だっけ。スナックに人、本庄ね。本庄の保険金殺人事件ね。ああいうなんかスター性がある犯人いないね、今ね。あのマスコミの前にあのキックボードでやってきちゃって、あれでしょ。そう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 。で、なんだっけ、インタビュー料みたいの撮ってたんだよね。そう、林真須美だってほら、うん、マスコミにさ、シャワーからシャーってやっちゃったりさ、水の水かけちゃったりね、うん、なんかやってることは悪いんだけど、なんか妙に変なお茶目なところがあったんだよね、そういう。そうね、ね、あの頃のそういう犯人はね、うん、本庄の犯人な、いい味出したね。でも孝太郎くんさ、うん、ああいう人結構田舎にいたよね。いや、いたよ。あのちょっとした飲み屋とかにさ、いるいるね。必ず会ってたよね、毎晩ってか行くと。絶対知ってるはずなんだよね、俺もああいう人。そうよ、絶対会ってるじゃん、何人も。そう、な、埼玉県北部で あれが出てくるとホッとするもんね、なんか。わかる。逆に、ああ、うん、わかりますよ、うん、うわー来たー、もうなんていうの、適材適所っていう言葉じゃないんですけど。違うと思うけど、ね、うわいいわー、やっぱこれだよみたいなさ、この田舎者の感じののさばった感じ、これですよみたいな。好きでしたね、彼は、うん、ですね、単車造形が深いお二人で相談があると。はい。当方単車の免許はないのですが。ない、ないが、単車が欲しくなる衝動に駆られる時がありますと。なるほど。
大阪城野外公演の時にジェフさんがヤマハ SR500 が欲しいという話をされて、どういう話か調べました。 SR じゃないよ、そのペケスだよね。山森におすすめしたのはヤマハの XS650。 そうだよね、うん、すごい昔のバイク。そう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 、まあここではまあ SR と500ということで、まあ、話を進めると、なるほどなるほど、調べてみると国内販売の SR が今期限りで生産終了。そうなんですよ、ダメ元で代理店に問い合わせたところ、うん、キャンセル待ちが出るかもしれませんが期待はしないでくださいとのことでした。あ、そうなんだ。無理だろうと思って予約をしたら購入可能との返事が来ました。買っちゃいなさい。まさか購入できるとは思ってなかったので戸惑ってます、うんうん、お二人ならどうされますか、うん、ちなみに価格はギブソンカスタムショップの335ぐらいですと。60万ぐらいだよ。そうだね、うん、これ P メールないんですけど。ないね、うんうん、まあ本名を呼ぶのも悪いので、まあこれはもうなんかのねご縁ですから。いや買った方がいいよ、こんなの。買った方がいいよね、そんなの全部やれって言ってんのよ。だからいいじゃん免許、これそれから取りいけば置いときゃいいんだよ。だって孝太郎君だってさ大型の免許をまだ取ってる最中でね、途中でなんか退学するだなんだって言ってる最中にバイク先買っちゃったんだもんね。いや教習まだ乗ってないうちから買っちゃったんだよ。あ、乗ってないうちから買っちゃったんだっけ。あれ多分申し込んですぐらい買っちゃったんだよね。入学だけ済んで買っちゃった、うん、確か。そうなんだ、うん、まあそういう感じだから先に会った方が頑張れるよ。人参人参、ああ馬の、うん、なるほど、ぶら下げないと走んない。まあ持っときゃさ暇の時に取ればいいじゃん。そうなくなっちゃうんだから。そうなんだよね、俺本当にそう思う、うん、楽器もそうだよね小太郎君ね。そうこれ今ねそれほど焦ってないけどなくなるよ。そうなん、なくなっちゃうの本当に。確実になくなるよ。 SR なんか特に人気だからね。そうなんだよ。でなくなった後がさえらい高くなるんだよね。高くなるし、あったとしたってねボロボロだったりね、うん、そう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 、事故車だったりするんだから。これはねやっぱりねご縁だから買っちゃった方がいい。いや買って後悔した方がいい。絶対買って後悔、うん、でこれ例えば60万で買ってもつんじゃない、うん、やっぱ失敗したなっつって来年売るだろ、うん、もう80万になってます。いやなってるよ本当になって。投資投資ね、うん、でそうやってバイク買う人嫌いだけど、うん、でもそういうこともできるからね。絶対下がんないから買って損はしないよ、うん、それはそう思う俺も。とりあえずだって買えるって連絡が来たってことはさ、これも買わなきゃダメだよ、うん、そうなんだよ。またこの SR っていうのが歴史があるバイクでね、うん、もうこの類のバイクはさもう二度と生産されないから。そうだよ、うん、単気筒のさ400cc なんてさ、うん、絶対今後出ないじゃん。出ませんよ、うん、出たってさ東南アジアでかなんかで作ってる350をさ、そうね、なんかそれなりの名前に変えてさね輸入する感じでしょ。これはね買いですよ。新車で買えるんだったら絶対買った方がいいよ。いやほんとそう思うね。え、うん、だから俺ももう30年経っちゃったけど、ほらイギリスのミニあれ新車で出たからクーパー復活っつってさ頑張って買ったけど、うん、買ってよかったなと思ってるもんね。でしょ、うん、キャブ車が1年しか生産されなかったしさ、うん、だから今でも調子いいけど、その時は高くてどうしようかな、中古にしようかなとかいろいろ考えたけど、やっぱ買っちゃってよかった。俺のギブソン335だったら買っちゃってよかったよ。あれよかったよね。いやもはやもうボロボロだけどね。いやでもあの作りのさもう335はさ、うん、なかなかないじゃん。もうないよ、ないない、あんな良くないしあっても。そうでしょ、うん、だからその時にさもうベストなものってさなかなか出てこないよ、うん、まあ、あれ誰に会っても何年って聞かれたから。そうだよね、うん、とても99年とは言えないんだ俺も。そういうそういう作りになってるからね。もう買わないなら俺買うよ。はは買わないなら俺買うよ。お前が買ってどうするんだよ、うん、いや近所に SR 止まってるけど結構やっぱいいね、あれはあれで。まああれはあれ一つの形になっちゃってるよね。うん、うん、やっぱこの短気筒のさ、うん、日本の何か名車的な、うん、だって40何年も作ってたバイクなんて日本の歴史にないからね。確かに。だからそれだけ信頼度が高いってことじゃん。確かに、うん、そこがやっぱり何より魅力だよね。ああ、うん、そうだな。だから長く作るバイクだって15年ぐらいだから、もうロングセラーって言われたってだよね、うん、それ43年とかそれぐらい作ってるでしょ。あれ78年ぐらいかじゃない。そうだね、6年とか、うん、
すごいよね、うん、70年代から同じもの作ってるってさ、うん、お、読んでいただけたら幸いです。この姿勢が気に入ったね。読んでいただけたら幸いです。題名、蘇る金木犀。はじめまして、初メールです。当方旧車の40年前の SR500 に乗っております。おお、今年43年の長きにわたり生産を続けてきた SR400 が、うん、生産終了するとの話を聞き、そうなんだよ、新車を購入できるラストチャンスだぞと自分に言い聞かせ、ファイナルエディションを購入してしまった40代男、うん、はあ、安住のネイビーと申します。なるほど。もともとクロマニオンズが好きで、昨年のお願い回しからコネクターズにたどり着きましたと、うん、曲に続いてポッドキャストでホノルルゾンビストリートを聴きドハマり、うん、ニューアルバム購入、シングルアナログボックス、オンラインサイン会でゲット、うん、初コレクターズライブ参戦、池袋大橋聖地巡礼など楽しいコレクターズライブが始まりました。最近はバイクネタも多く共感できる内容があり、毎週水曜日の配信が楽しみではなりませんと、うん、なるほど。僭越ながらコレクターズを一言で例えるなら、うん、姿形は目立たないが、うん、漂う香りで俺はずっとここにいるぞと自分の存在を我々に蘇らせる金木犀のようです。ちょっと待って、姿形孝太郎君、ちょっとユニオンジャックのジャケット着てるんですけど、もう目立ちたくてしょうがない系なのに目立たない。いや、そう、それをやってても目立たないんだよ。お、何なんだよおい。つまり露出が全然ないってことだよね。あ、そういうことか。そっち側ね、うん、俺たちの問題じゃないんだね。うん、今回メールしましたのは自分の健康の問題。はい。今年の会社の健康診断で再生物検査になり、うん、改めて病院で詳しい検査をしました。はい。医師に診療室に呼ばれ、うん、甲状腺に悪性腫瘍が見つかりました。あら。今後は治療というステージになるので大学病院を紹介しますと、まさかのがん宣告。はい。医師にはうろたえた姿を見せてはならぬと平静を装って対応しましたが、うん、頭の中は真っ白、うんうん、病院を出て公園のベンチで考えました。これからの人生、うん、仕事、家族、お金、はい、そして勢いで購入してしまったバイク、うん、ちょうどその時コレクターズ理想の武道館ライブの知らせが、うん、頭の中でリーダーの力強いメッセージ、うん、孝太郎さんの激しいギターリフが鳴る、全部やるが鳴りました、うん、これからどうなるかわからない人生、限られた時間、はい、今好きなことをできる限りやっておこう、公園を出てそのままの足で郵便局に行き、うん、ATM からコレクトロへ入金、うん、翌日には松本さんから入会完了のお知らせ、はあ、素早い対応に感激、そして私としては初となる武道館ライブに申し込み完了、うん、今後は再度大学病院で検査を行い、がんのレベルに応じた治療の予定です。なるほど。甲状腺は他のがんと比べて深刻ではないという話も聞きますので、うんうん、あまり悪い方に考え込まないようにしたいと思います、うんうん、病は気からですし、来年の武道館楽しみにしております。ご自愛ください、うん、なるほど。腫瘍も逃げ出すバストロイヤー、孝太郎が来るステッカーをいただけたら治療の励みになりますと。なるほどね。これはもうあげないわけにいかない。いかないね。まあ甲状腺がんはさ、まあそんなにあれだよ、深刻に考えなくて大丈夫だよ。あ、そう。だって孝太郎君から俺聞いてたもん、肺がんは殺してって言うから苦しいんでしょ。いや、それはあのサウナのおばさんから仕入れた情報だから。そうなの。でもサウナが一番のほらいい情報だって言ってたじゃない、孝太郎君。サウナと飲み屋ね。うん、サウナと。でそこで甲状腺っていう部位は出なかったわけでしょ。その時はね、肝臓と肺だったね。そうでしょ。だから、うん、大したことないんだよ、甲状腺なんて。甲状腺って何。あのね、まあ甲状腺ってこう、なんて、あ、そう、チンチンのあたりにある、あれ前立腺だ。あのホルモンを司って、そう甲状腺って、あのほらよくリンパ腺が腫れましたなんてあるじゃない、うん、ここのところの甲状腺、その辺にある部位で、はあはあ、いやー、これはもうぜひ治ってもらっていただきたいですね。まあでも早く発見してるからあれなんじゃない、今いい治療もあるし。あ、そう、うん、たださ、あんまりこう深刻に考えすぎてもさ、だってすぐ郵便局行ってるぐらいだから大丈夫だよ。そうだから、松本社長だってすぐ入会できましたってね、お知らせ送ってるわけでしょ、うんうん、うちにコレクトロンは大会が難しいからね、小太郎君ね。できないからほぼフェイスブックより難しいんだよね。フェイスブックより大会よりがコレクトロンの大会かってぐらい難しいからね。しかもフェイスブック大会してから何ヶ月かしないと真の大会になるんだけど、ね、真の大会なんだから。うちなんだって大会手続きしてから5年しないと真の大会にならないもんね。そう、なんだからね、うん、厳しいんですよ。
入ったら最後だから。はい、コレクターズですね、10月29日からですね、リビングルームライブショーの14回目、はい、これまで有料配信がございますので、そうです、ご覧ください。そして35周年ということで、記念のね、DVD ボックス、フィルムグラフィー、うん、これは11月24日に発売になりますと。そうです。またインターネットサイン会という、新しいサイン会がですね。そう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 。ありますね。あれね、小田君、前回ね、うん、結構ね、あれで、うん、なんていうの、売り上げ伸ばしたんだって。おお。だから今回はもうそれ以上に伸ばしたいっぽいよ。いやー、2回目だからね。確かにそうだよ。もう諦めてるよね。同じことやるっていう、同じことじゃダメだよね。もうなんかちょっとなんか新しい作戦ないかなと思ってんだけどね。確かにそうだ、そりゃそうだ。演奏するとかさ、そうだよね、なんかちょっとこう作戦がないかしらとは思うんだけどね。いや、そうですね。そして何といってもですね、3月13日日本武道館、今これですね。まあここにもう焦点を絞って、これはもうぜひともですね、まあ、その前にちょっとツアーに出ますの で、 そうです、ね、お近くに行った時にはおいでください。はいはい。全国でコミュニティ FM で放送中の池袋コースで24時ラジオ版は一部の曲を除いて毎週木曜日24時から放送です。はい。詳しくはですね、コレクターズのオフィシャルサイトで確認してください。はい。池袋コースで24時、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信してます。してます。写真館もありますね、サイトに。はい。リーダーの支持書が載った千葉英介表紙のドーナツボリューム10、Amazon とディスクユニオンで発売中。はい、なるほど。このポッドキャストは YouTube で全ての配信が聞けます。聞けます。iTunes、Spotify でも最新のエピソードが聞けますと。はい。P メールはブクロ24、@gmail.com。待ってます。待ってます。それではまた来週お会いしましょう。Do the download。Do the download。池袋コサで24時。